はライオンズは先発はこのルーキーで佐々木翔、この立ち上がりでしたね。そうですね、いきなりツーベースでしょ、はい、初球でしたもんね、はい、いきなりこれはツーベースからスタートということになりました。そして2番の鈴木大地、そしてこれもセンターへというまっすぐ狙ってましたんですよね。ある程度は初めて対戦するバッターはピッチャーですからね、はい、それぐらいできましたけども、はい、これでまずは1点を先制、さらに3番の浅村、これがセンターオーバーのタイミングツーベースということになって、これで今打者3人で2点を取っています、はいはい、松井監督のこの表情はありますが、ただこの後2点取られた後はしっかりその裏を抑えましたからね。そしてその先発は田中将大、8年ぶりのこのメットライフドームのマウンドになりましたが、珍しいルーキーイヤー以来のボークになりました。これ珍しいですね、本当に珍しいですね。 NPB では2回目になります。そして栗山のこのタイムリーヒット、これが2000万であと30と迫るタイムリーヒットになりました。これで1点を返してます。得点が2対1、イーフィン点リード。そして2回2アウトランナー3塁1塁という状況の中で金子、その高めのボール球をセンターに打ち返して、これが同点タイムリー2回2、ゲームが振り出しに戻りました。この序盤から点の取り合いというふうな形になりました。田中将大の登場上ちょっと首をかしげたところがあります。そして4回今度はイーグルス、ワンアウトランナー3塁というチャンスで9番の太田、これが勝ち越しタイム3回とまたイーグルスが1点リードということになります。まだこれは序盤から中盤に入りかけたところ、先発の佐々木、そして田中将大です。4回ワンアウトランナー3塁、このアイト、一気に3塁まで進みます。初めてスリーベース、そして次ゲームはこれから同点からいわゆるライオンが逆転に結びついたということで、そうですね、これはよく打ちましたよね、次からね。そして2番手の水上ピッチャー変わります。ルーキーリレーということになりました。この5回、ワンアウトランナー1塁、この水上ピッチャーご覧になっていかがでしたか。いや、どんどん落ちて、打つピッチャーだなって負けてきないな、とにかく出てますよね。本当に攻めて投げてると思いますね。他には下尻と連続三振、この強気ないい表情です。4対3のキープ。そして6回ですが、ワンアウトランナー1塁というライオンズ、この爪ダブルプレー、田中は6回111球、8安打7三振4失点という内容ということでマウンドを置いています。このまだ渡辺ですね。そうですね、はい、本当に回だったと思いますね。ワンアウトランナー3塁1塁という状況の中で岡島、これが2点タイムリースリーベース、逆になりました。一気に5対4、この勝ちの逆転の2点タイムリースリーベース、5対4になりました。これで田中将大は勝利投手の権利、渡辺は初めての失点ということになります。さらにピッチャーは6番手のギャレットがあって、8回ワンアウトランナー3塁という状況で打席に浅村、この大きなライトの規制くらい、この1点が効きましたね。でもね、そうですね、この感じでね、この1点が効いてきましたから、はい。そして9回は守護神の松井裕樹に上がって、ワンアウトランナー1塁と、この松井に滅法強い、このレヒアが大、この三振のボールですね。いや、これはもう素晴らしいボールでしたよ、はいはい、ここで2アウトになりました。そして金子の時はピッチャーゴロ、これでゲーム終了。6対4でイーグルス勝って連敗を7でストップ。ライオンズはまた貯金を作ることができなかったということになります。田中将大が5月1日以来の7試合ぶり勝利、3勝目を飾っています。というハイライトをご覧いただきました。